はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザードボーやっていきましょう。前回ね、多分おそらくこの実況のシリーズの中で一番苦労するのではないかというね、デルラゴティンをね、壊すちょっと今よそ見しててさ、全然違うところをなんか見てバグってんな、なんで壊すってね、倒すことができました。で、はい、なんとかね、どうしよっかな、ちょっと武器商人のところ行こうかと思ったんですけど、あんまりね、だらだらね、やって時間が長くなるのは好きじゃないんで、ちょっとここら辺でね、回復だけをさせてもらって、ピクピクピクしてるけどね、ちょっとうまく進まない。そう、回復だけで、ね、させてもらって、でちょっとね、終わらないんだけど、うまくねクリアさせてもらいたいと思います。はいね、そうなんかね、ちょっとうまく取れないんだよね、これね、降りるばっかりが出てくるから、ちょっと操作難しいんですよ。最近だったかな、いつだったかな、でも最近だったと思うんだけど、なんかもう最近もちっちり目まぐるしすぎて、一日一日の記憶っていうのがもうさ、なんかもう、まあ、なくてね、やばいんですよ。でこの間、なんか、梅田で、消防車がうーんって走ってたんですよ。うん、消防車うーん走ってたらさ、信号待ちしてたらさ、なんか急にさ、斜め後ろくらいのおっさんがさ、消防車走ってるってことは、どこかが火事になって、ね、大変なことになってるって言ったら、ちょっと前だけど、梅田でさ、なんか病院にさ、ガソリン撒き散らしてさ、めっちゃ燃えたとかってあったじゃないですか。あれをちょっと報復する、まあ、ニュースで、そういう、なんか、大事になってなかったから、多分ね、ぼや騒ぎとか、そんなの積んだのかなと思うんだけど、私はなんか、おおってなってた時にさ、そしたら、ちょっと、ちっとかって言ってるみたいな。やばくないと思ったよ。サイレンが鳴ってるってことは、誰かを助けに行こうとしてる。それは場所かもしれないけどさ、で、それをさ、誰かをさ、助けに行くための音がさ、鳴ってるんだからさ、それをさ、やっぱ我々もさ、まあ、歩道に止まってたから関係ないけども、車乗ってる人とかさ、その協力しなくちゃいけない立場だったりするわけじゃないですか。で、それのおかげで、誰かの命が助かる。で、それをうっせえなって言ってるって、どんな感性してんの、こいつって。やばくない？いざさ、じゃあ自分がさ、火事に見舞われてさ、消防車呼んだのにさ、来ませんでしたさ、もう、とかさ、サイレン鳴らないで来たらさ、いつ来るか分かんないじゃん。ね、いつ来るか分かんないから、いつまで耐えたら行くか分からない。絶望だと思うよ。人間ってゴールが決まるから、そこまで頑張ろうっていう気持ちになれるわけなんだけどさ、それがなくてさ、もういつ消防車が来るかもわからないっていう状態の中でさ、ずっとその燃えてる家の中で待つとかってなったら、多分絶望を覚えるよ。まあ一酸化炭素中毒になって死ぬとかね、シンプルに燃えて死ぬとかね、っていうことになっちゃうのかな。いや、本当に。そんなこと言っちゃダメよ。って思うけど、どう思います皆さん。え、サイレンのうるさいってね、パトカー、そうだしさ、救急車とかもそうだしさ、一回ね、小学校2年生の時にね、隣の家燃えたことあるんですよ。本当に。当時住んでたその地域、市の中で、すごいね、放火魔が、放火魔が、なんか、何軒かこう、家をね、燃やし散らかすっていうのがあって、で、その隣の家がね、そういう放火魔がね、ぶわーってなんかいろんなその家を燃やしている最中の中に、燃えやすいゴミをね、玄関の前とかに置いてたらしいんですよ。で、それに火をつけられて、家が全焼したっていうね。うん、だから、まあ、そこの、隣の家のね、その管理体制中か、なんだろうな、うん、そういうのが、ちょっとずさんすぎたなっていうのは、なんか、おかんが言ってたことはあるんですけどね。まあ、町に、当時、たまたま近くのマンションの友達、の家に遊びに行ってて、で、おかんからなんか、その、
友達のお母さんに電話があって、ごめんブルーホースちょっと今こういう事情で家燃えてっからちょっとあの落ち着くまで預かっといてくれないかって言われて、だから当時ねやってたのがプレステのパックマンだったけど、パックマンずっとやって遊ん でそろそろちょっと様子見に行ってみようかっていうのが夜の8時くらいだったのかなって見に行ったら、全然燃えてた。普通に消防車が狭い道路なのにね2台くらい来てて、でずっと燃えてて、で結局ねうちもね隣だったから鉄筋だったんだけど、多少ねあの白い家だったり黒焦げになったりとか、隣接してる窓がバリンバリン割れたりとかしてたんで結構被害受けたんだよね。でまあ放水されたんである程度べしょべしょになったりとかして、火事になってね何が大変かって、家鎮火するためにさ水でバーってやるじゃないですか、水放水してもらうじゃないですか。でもね、その放水してもらってべしょべしょになった後の、そのいろんなその家具とか家電とかっていうのがべしょべしょになった状態でも保険入ってなかったら全部それパーになって終わっちゃうの、まあ、幸いにもうちはその家の中までがべしょべしょになるような放水をされたわけじゃなかったんで、大した被害はまあなかったんだけど、まず家全焼しましたって、まあ保険入ってたんでしょうね。で家が全く建て替えて、で二世帯住宅にちょっとなんかビッグになったとかだったんだけど、そんなこんなでね、まあ、家が燃えるっていうのはすごい大変だなって思いました。だからそっからその次の日からマスコミもすごい来てて、なんか3回くらいインタビュー受けてましたけどね。だから1回なんか事前に行きますねみたいな、なんかアポイントがあってでもう1回来るみたいなところ丁寧なところもあれば、なんか突撃隣の晩ご飯みたいな感じで急に来て急にインタビュー取って急に帰っていくみたいなっていうところもありましたね、うん、まあおかんね、なんかね面白いよ。緊張するとね、右手か左手か忘れたけど、首元に手を当てながらね、でその手をねこう支えながらね喋るっていう、そんな感じだったんだよね。あのなんか喋ってる感じは未だに、記憶にあるな。小学校2年生っておぼろげながらだけどありますけど、家も火事って大変よ本当に。逃げ場なくすし、地震雷火事親父っていうことが、まあ、一番怖いのは親父なんだけど、で三大その災害の中に入ってくるくらい怖い、まあ災害って言うべきなのかあれなんだけどね。そう、まあ、だからね、そういうねうっせえなっていうね、そういう軽はずみだね、自己中心的な言葉をね喋る人っていうのはね、まあいざ自分が助けてもらわなきゃいけないような状態になった時に誰も助けてくれないような日々生活の仕方してんじゃないかなっていうね、ちょっとねいやらしく思ってみたりとかしましたけどね。そんな感じだよね。大変よ。みんなもね、火事気をつけて、燃やされるようなものを普段から家の外に置いとかないって言ったりして、だから防犯対策上さ、なんか集合住宅とかでさ、集合住宅とかでさ、防犯の都合、ゴミは前日から出さないでください。それってそういう意味だったね。盗まれるとか盗んだ盗まれたとかっていう話だけじゃなくて、シンプルにまあ、特にそのプラスチックとかだったらあれだけど、普通ゴミとか出してたらそれが燃やされちゃう可能性がある。それ燃やされないようにするためにちゃんと残しとけないといけない。当日の朝出さなきゃいけないところが、なんか最近さ引っ越し、今の家に引っ越してきて当初はそんなことがなかったんだけど、新しく引っ越してきた人がそうやってんのかちょっとよくわかんないんだけど、なんかね前日どころかもうなんか 2,3 日前くらいからずっとそれが置いてあるっていう状態になってる。全然ね、なんか防波もクソもねえなっていうゴミの出し方してる人がいるんだよね。ずーっと普通ゴミ残ってんの。これ燃やされたらもう何も言えねえぜと思うんだけどね。それに関してはまあ僕はあんまり言わないんだけど、結構珍しく、ね、嫁がそれに対してね、あれ言えへんわって思ってるから、おお、なんか嫁はこういうところは結構厳しいんだなって思って、まあ今京都に住んでるんですけどね、京都の僕ルールは未だによく分かってないんで大阪って楽なのよ。だから京都って指定のゴミ袋があって、それにそのプラスチックゴミとか普通ゴミとか型紙はまた月に1回の回収、型紙段ボール系ね、
が回収しなきゃいけない。まあ、これ多分まあ市によるんだろうけどね。市なのか行政区なのかちょっとよくわかんないけど、っていうのがあって、ちょっとワンちゃん、ワインで、粉々にしてます。で、僕が住んでた大阪のところなんかは、もう、なんか、普通の袋って人の、コンビニとかスーパーで手に入るような袋で、入れたまんま出していいっていう感じだったんですよ。だから、ゴミ袋を買うっていう概念がなくて、なんでこんなところに金かけなきゃいけないのっていうのが最初に京都に行った時、ギャップだって。まあ、それが今じゃね、その、一袋買うのに3円とかっていうお金がかかるから、まあまあ、一緒なのかなっていう気はするんだけど、まあ、それでもやっぱりね、なんかね、ちょっと袋に、なんか45リッターとか30リッターとかの袋買うのにいくら、何百円ってお金かけるのって、なんかちょっとバカらしい気もするけどね。よいしょ。じゃあ、もうこのパートはもう間もなく終わるかな。とりあえずアシュリーだけ救出。あ、そっか、アシュリーか。アシュリーを救出するということはロケットランチャーを使うことに関してはかなり危険性を帯びるっていうことだよね。やばいな。もう果たしてこれどうなるかっていうのが本当にもうアシュリーすーぐ爆風に巻き込まれてアハって言ってな、倒れちゃう、倒れ込むからね。まあまあちょっと落ち着いた感じでね、できる限りアシュリーちゃんを殺さないで済むように頑張っていきたいんですけど。さて、入りましょうか。さあ、今回のアシュリーちゃんはおっぱい丸出しスタイルでございます。おへそもチラリですね。チラリどころじゃない、がっつりだね。アシュリーすごいよね、本当に。多分出てくるキャラの中で一番スタイルいいんじゃないかと思うけど、まあこれかジルかってところだね。まあ、本当の真のボンキュッポンっていうところで言ったらね、まあ、ちょっとお尻大きめかな。まあでもこのくらいは普通か。ね、バスと、あ、なんかね、女性のその魅力的なその、なんていうの、俺、これやばくない？だって多分 G くらいあるよ。シンプル。寄せてたとしても。その、女性のそのなんか、超魅力的なそのなんか、体のバランスっていうのが、バストヒップ、バストウエストヒップで1対 0.7 対1だったかな？ 1対 0.6 対1か。だからそんなんだった。だからバストとヒップが同じ大きさで、ウエストが0.6 っていうね、男の場合は1対 0.67 とお尻は小さめにしなきゃいけないんだよね。まあちょっと残念ながらのパンティーを見ることはできないんですが、まあちょっとね、下乳とおへそちらりってね、腹筋がいい感じだよね、本当にね。本当にはっきりとこう、はっきりと分かるように、下から見ても谷間があるっていうのが分かる。相当な大きさだと思うんだよね。たぶん、力を見せつけるためじゃなくて、単にこいつ興奮してさらったっていう気がするんだけど、ね、うん、このマントの中はもうビンビンですよ、たぶんこいつ。あ、15年ぶりに、わしの息子が目覚めとるみたいな。マイアグラムがこんなにそそり立つなんていう経験は、15年ぶりじゃ。ね、そんな感じだと思うんですよね。言ってて虚しくなってきちゃった。さあ、ね、ちょっとね、ブチブチさせて、多分こいつも、今のやつもそそり立ってる。でも、今手を下したらサドラー様に怒られちゃうから、私の息子の代わりにこの針をブシュッと刺しとく、ね。そんな感じだと思う。さて、じゃあ、本パートもね、いよいよ終わりというところになりますんで、このあたりでね、まあ、なんだろうな。まあ、楽しかったね、本パートもね。なんか、これで終わるわけじゃないんだけど、ちょっとごめんね、ちょっと今、なんか手元にね、いろいろ紙があってね、それがちょっと邪魔で今、整えながらやってる。なんか、まあ、その間にベラベラしゃべっといてもらいましょう。おっと、君にも同じ種を植えたところを忘れたところだったら、忘れたところだったら、忘れちゃってるよね。はい。ねえ。
どんな感じになっていくかちょっとよくわかりませんが、果たしてね、僕はアシュリーちゃんをね、爆風へ殺さないで無事過ごすことができるかっていうところなんですけどね、そこら辺も、こうご期待というところ。一個懸念してるところがね、チャッパ3-2?3?4? くらいのところかな。で、シカゴタイプラを 手に入れておくことができるかどうか、ね。バリーン行くか。おパンチが見れない。僕おっぱい派なんで全然喜んでいいんですけどね。はい、ということでね、最後ちょっとグダグダな雑談になっちゃいましたが、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもぜひよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。バイバイ。